どうもスリカです。ということで昨日に引き続き今日はクロールと平泳ぎの呼吸のタイミングについてお話ししていきます。昨日動画を見ていただけましたでしょうか。バタフライでいつ息を吐くのかということについてお話ししていきました。今日はその続きということでクロールと平泳ぎいつ息を吐いてるのかに注目して見ていきます。まずはクロールから見ていきましょう。昨日のバタフライでは沈む間私は息を吐いていました。バタフライはうねりの泳ぎなので沈む時浮力がありすぎると沈んでいかないので沈むために息を吐くということでした。ではクロールはどうでしょう。クロールはうねりの泳ぎではないです。体をまっすぐにして泳ぐ種目なのでいつ息を吐いてるのか、うねりとは違うタイミングで息を吐いているはずですね。この動画私呼吸用に撮ってるわけじゃないので息継ぎを1回ぐらいしかしてないんですよ。なのでちょっと分かりにくいですが、まあそこはちょっと多めに見ていただいて一緒に見ていきましょう。注目するのは鼻からブクブクが出てるか出てないかです。出てる時はいつなのかというのに注目して見てみてください。ではもう一度超スローで見ていきましょう。正直私25メートルの間でクロールあんまり呼吸しないのでこの時もほとんど呼吸しないでそのまま行ってしまいました。まあ呼吸をしないというのも一つの鍵ですね。はい、今の時点では鼻からブクブクは一切出ていないですね。私はもう呼吸を全然していないのでよく分かりにくいですね。多分ここら辺でもうすぐ呼吸が出てくると思います。あ、出ましたね。今見えました。ちょっと見えなかった方はちょっと前に戻っていただいて見てみてください。おそらく呼吸のポイントが今しかないので巻き戻して見てみてください。今の時点では出ていないですね。さあ最後まで出ないまま終わるのでしょうか。まだ出ていないですね。ずっと出てない。あ、出てる。めっちゃ出てる。はい、ということでクロールの場合だと息継ぎする寸前に一気に息を出して呼吸していました。まあそうですよね。一軸の泳ぎなので沈むとかがない場合は息は溜めといた方が泳ぎやすいですね。人間浮き袋がある方が抵抗なく進めるので余計な呼吸はしない方がいいです。なのでクロールの場合は呼吸をする直前に全部息を吐いてから息継ぎしてください。まあ、その方が呼吸も楽なんですよね。私はかつて
昨日の動画でもお話しした通り、息を出しながら泳ぐと早く進むと思っていましたが、そんなのは全くの嘘なので、息出しても進みやしないので、ぜひ皆さんは苦しくなってから全部息を吐いて吸ってください。それまではなるべく我慢をして、浮き袋にしっかり空気を入れたまま泳ぎましょう。ということで次は平泳ぎを見ていきましょう。平泳ぎはバタフライと同じうねりの泳ぎになるので、おそらくバタフライと似たような呼吸、息を吐くタイミングでやってると思います。では通常で見ていきましょう。昨日しっかり勉強された方はなんとなく結果が予想できると思います。バタフライより分かりやすいですね、動画が。はい、では超スローで一緒に見ていきましょう。最初の毛伸びでも息吐いてますね。はい、ここではもう完璧に出てないですね。はい、では息継ぎをして、はい、出てますね。わかりますでしょうか、鼻から出てる、結構出てる。息継ぎをして、あ、結構出てますね。バタフライより出てますね。はい、出てる出てる。へえ、バタフライより出てますね。私も新しい発見です。はい、出てますね。というように結果はバタフライと同じですね。息を吐き出すタイミングは沈む瞬間に息を吐き出してます。なんでこの瞬間に息を吐き出すかという理由は2つあります。一つは沈むためですね。肺に空気がいっぱいいっぱいのままだとなかなか沈みにくいです。ぜひ皆さんは毛伸びの姿勢で肺に息をパンパンにして浮いてみてください。で、頑張って沈もうとしてください。多分無理です。沈むためには息を吐かなければいけません。そのために呼吸、ここで吐いて上がってくるときは止めます。もうここで全部吐き切っているので、息継ぎの時も空気を吸えるという仕組みになってますね。はい、とても分かりやすい。そして2つ目の理由としては、沈む時鼻に水が入りやすくなってしまうので、それを防ぐために鼻から息を出してます。若干頭が下に下がっている状態になるので、まあ軽い逆立ちのような姿勢なので、息を出さないとそのまま鼻に入ってきてしまう、まあ、それぐらい頭を中に入れているので、沈む瞬間に息を吐いてるという2つの役割があるからだと考えられます。
すごく理にかなってますね。やっぱり息を吸うためには吐かなければいけない、その吐くタイミングも適当じゃなくて、それにしっかり対応できるタイミングがある、しかるべきタイミングがある、そういうのがバタフライと平泳ぎにはありますね。もちろんクロールもそうでしたね。おそらくですが背泳ぎも同じだと思います。クロールと同じく一軸、うねりの動作ではないので一軸の泳ぎになります。なのでなるべく肺に空気はあった方がいいです。なぜなら浮いてる方が人間は軽くなるので泳ぎやすい。なので背泳ぎも基本的には息は止めてる、苦しくなったら吐き出して息継ぎをする、クロールと同じに考えていいと思います。はい、ということで4種目解説していきました。どうでしたでしょうか。私はなんかすごく感動しましたね。平泳ぎの息を吐く量が多いのはおそらく1回呼吸、毎回呼吸だからですね。ではまた。